続きを始めていきましょうかね。さーて、風が吹いた時には気持ちのかけ前回は、あれまあ前回は、なんだ、まあいろんな方々の知恵を借りて、彼もどうやって磨かれたのかっていう、いろんな助けをもらったって感じですね。きっかけというか。で、まあこの山を登っていけば、ということでね、どんどん突き進んでいきたいと思います。よし、やりますかね。そんな感じでちょっとね、マイクのテストもあとしかない。よし、マイクのテストもね、何十回かもマイクをね、ヘッドセット使ってもらう。普通はマイク下の方にあるじゃないですか。今上の方にやってるんですよ。目の近くにマイクがあるんだけどね。なんでそんなことやってるんだろう。自分の息とかさ、呼吸も同じだけど、息とさ、嫌なんですよ、そういうなんか。なんか動画を見返してるうちにさ、自分の聞こえるのがすごい嫌なんだよ。なんかあるらしいけど、そういう、なんつうノイズじゃないけどさ、そういう。抑えることができる機械もあるらしいけど、一生調べてるとかどうかね、分かんないね。なんかなんかあれですかね、この2人にしよう、この3人にしようか、なかなか分かんないんですよね。で、まあ、とりあえず今この現状でやってみるかね。で、この音量マックスにしてんだよね。
ックがするのはね、なんとすごくパソコンのスペックがなんか低いからなんていうのも、もしかしたらそうなのかもしれない。結構ショックだけどな、このパソコンすごいお気に入りなんだけど、しかも普通に今年買ったばっかりなのに、なぜかフリーズが、フリーズ多発するし、なんかパソコンクラッシュするし、なんで俺が使うパソコンっていつも何かしら問題があるんだよ。いろんな組み合わせが待ってくるから、これ倒すこと大事だぜ。はい、フグ、はい、はい、さっきみたいにちょっとギリギリのトラグをちょっとアップしたな。で、アイスタックルに行くしかね。途切れ途切れになっても何を言ってるか分かんないんですって。ダークエルム
おおおおすごいね。めっちゃ怖い。なんてたさ、クセ。俺が技を覚えたね。まあ、試してみるか、後で。よし。で、そこにた、まあ、待ち構えてるものは何かという。やってもらった。よし、ここは素直にいただき、やばい、こんな力たちを別の力を貸して、こう手を踏まえて、おかえり。おお、また黒野がここにいるとは。いたしましたね。よっしゃ、いいぞいいぞいいぞ。みんなこれで大丈夫です。はい、まだ少々な成功したようですが、はい、成功させる必要ないぞ。あんたたちが黒の読みやらせたいという気持ちがあったから。ところで、黒の翼を持ってきて、
一人に消えてってね。その太陽石っていうところの最初を使えばラオスの対抗できる武器が使えるかもしれない。こんな感じでなんか。話しかけていくと、その人に関連したなんかイベントというか、私に生まれた場所があるじゃないですか。で、こうやってなんか出土されるところがその場所だっていう。あと、この魔王に話しかけて、お前が死んだら弱さについて。自由度が上がるんでね、もうだからもういろんな場所に行けるようになって、そのシルバーを使って、まあ、なんとなくいろんな場所に行っていろんな力とかなんか、まあ、アイテムとかを手に入れて、まあ、それをもう駆使して、ね、まあ、ラオスを倒すのがいいんじゃないかなっていうことがあるんじゃないですかね。ちょっとなかなかね、うまく言えないなんて言葉が、まあ、じゃあね、まあ、とりあえずなんかいただいて、じゃあロボメンバー誰にしようかな。とりあえずこのメンバーでいくから、なんとなくでもそうか、まあいいや、それはオフスクリーンでもするから、まあ、そんな感じでね、じゃあ一旦切ろうと思います。では失礼いたします。